皆さんこんばんは、今日はですね、最近浮かした個体を、ボトルからね、こちらのブロー容器にね、移していきたいと思います。今日はね、4頭だけです。すぐ終わると思いますが、最後までよろしくお願いします。まずこれからいきましょう。これですね、もうこれね、露天掘りはしてます。すぐね、手前にいますね。はい、ちょっとね、羽が出ちゃってるんですけど、こちらの個体ですね、スマトラですね。これはまだね、赤いし、ちょっとね、羽の方にね、体液が溜まってて、閉じれないみたいですね。ちょっとね、ざっとサイズ測りたいと思います。それじゃあね、測っていきます。はい、0。はい、顎閉じてますけど、ざっとこんなもんです。はい、95ね。顎開いたら、まあ、96ぐらいですかね。はい、まあね、残念ながら羽がね、直せてません。まあね、ブリードには多分支障ないと思うんで、種でね、使うかまあ分かりませんけど、最後までね、大切に育てたいと思います。はい。こちらもね、はい、シール貼りましたね。じゃあ次いきます。はい、次もね、今の個体の、兄弟になります。ちょっとね、こっちの個体の方のが小ぶりです。で、少しね、早く生まれてますね。はい、こちらになります。90ミリぐらいですかね。ああ、もうかなり爪の力が強いですね。はい、こんなもんです。93。うん、小さいですね。顎もね、この個体すごい細いんですよ。まあね、スタイルがいいって言ったらスタイルがいいんでしょうけど、サイズがね、伴ってませんね。はい、じゃあ次いきます。はい、次の個体は、こちら。これもね、もう露天掘りしてます。はい、こちらになります。はい、バラワンオオヒラタですね。顎長いですね。これもね、ざっとサイズ測っていきたいと思います。ですね。どんぐらいあるんかな。そんなに大きくないですね。はい、今突っかえました。はい、105ですね。まあ、大きいのか小さいのかって言われたら、まあ、普通なんでしょうけど。大きいのかな？うちではね、まあ、だいたい平均ぐらいですね、105は。まあ、完品羽化で、よかったです。はい。次行きます。次の個体もですね、パラワンオオヒラタになるんですけど、今、掘り出した個体の、兄弟になりますね。
ちらちょっと潜っていってますね、もう。ちょっとね、ひっくり返します。あ、いました、いました。ちょっとね、マットがついてるんで、軽く落とします。はい。こんな個体です。サイズはさっきとあんまり変わらないかなって感じですね。それじゃあ、測っていきたいと思います。はい、ゼロ。はい、こんなもんですね。105。これもね、105でした。まあ、とりあえずね、パラアンは、やっぱね、105ですね。でもさっきのやつに比べると、ちょっと、顎が短い、かなって感じはします。さっきのやつの方がスタイルは良かったですね。こんな感じです。はい。活動までね、このボトルの中で、ゆっくりしてもらいたいと思います。はい、ということで、今日はスマトラ2頭、パラワン2頭の、ね、成虫をボトルからブロ容器に移したという動画でした。ご視聴ありがとうございました。